して、ケイタ・アルケミックス、開けていきたいと思います。今日はですね、ついにですね、今までサマーバッシュ中ですね、オンラインサーバーの人々を悩ませていた、あの恐竜のスポーンのバグみたいなのがあったと思うんだけど、あれが、なんかおそらく治ったっぽい雰囲気がありますので、しかもなんかサイレント風な、ゴニョゴニョっと、なんか大人の感じで濁したアップデがちょこっと入って、それで治ったような感じがありますので、一旦今日はそこら辺のサイレントっぽいアップデであったり、ようやく治った致命的なバグっていうのを取り上げていきたいと思っております。ということで本日の目次、こちら1つ目アップデートの状況、2つ目アップデートの内容で、最後にサイレント修正回やっていきたいと思います。でまず1つ目にアップデート状況なんだけど、今回はさすがにやばいと思ったのか、まあ、あの運営がね、なんとですね、両方ですね、プレイステーション PC ともに同時のタイミングで来ております。なので多分なんだけど、プレステもあとは PC も、特に公式サーバーの人、人数が多いサーバーの人たちは、今回恐竜のスポーンが改善したのではないのかなというふうに、思ってます。ちょっとね、僕が非公式サーバーでそこまであんまりこの場で食らってなかったのであれなんだけど、なので一旦ですね、状況としてはプレイステーションそして PC 版両方来ているので、まあ多分治っていたとしたらみんな多分平和になったっていうような感じかなというふうに思っております。で次にね、アップデートの内容なんだけど、マジでお茶を濁してて、エクスプロイドの修正というね、その一文しかないんだよね、パッチノートの中には。でまあこれ何かというと、またエクスプロイドの修正は中身としてはですね、まあなんかまあそこら辺なんかバグってるっぽかったから直しといたわみたいなノリ。中身は明確に何か分かんない、起承転結のなんかものがないからマジで分かんない、とりあえず直しといたみたいな、そんなノリの内容です。なので僕らにはその一文を見てもなんか直ったのかみたいな、そんなレベルだから、かなりね分かりづらい内容になってるんだよね。で今回としましても分かりづらいよねみたいな。ただちょっとね、ショート実は出してて、このアップデが入ったタイミングで、まあ、7月22なんだけど、でその時のショートで本当はね、いつもは出さないんだけど、エクスプロイドの修正だけだったね。なんだけどちょっと今回は恐竜のスポーンであったり、あとはルーンストーンのなんちゃらとか、まあまあ大型アップデが入った後、その神アップデが来たぞみたいな話をしたんだけど、パッチノードとゲームの実情全然違いますやんみたいな感じで、大型アップデとか神アップデ失敗してませんみたいなっていう感じになってたんだよね。なのでいつもとは違ったちょっとカオスな状況になってたので、これなんか入ってそうだよねっていう風にショート上げてたんですよ。で案の定それエクスプロイドの修正どころか、それパッチノートに書かないといけないレベルの大事なアップデやんみたいな感じになっておりました。はい。で、まあ、ちなみにね、まあ、なんで書いてないのかというと、まあ、次の項目のサイレント修正回でもお伝えするんですが、ちょっとね大人の事情だったと思います。ということで、次のサイレント修正回ねやっていきたいと思います。で、まあ、今回の内容としてはエクスプロイドの修正ってしか書いてないんだけど、中身としてはおそらく恐竜の野生恐竜のスポーンが正常化して、デスポーンが変にしまくったり、恐竜が全然いないみたいな、そういったフィールドの問題がおそらく解決されたと思います。でいろいろねコメントくれたみんなのことを見てみると、あ、なんか治ったのかと思ったりして、あ、すごいすごいすごいと思って、みんながねいろいろ情報を教えてくれたから、多分そうなのかと思って今動画を撮ってる時代なのにね。なのでそんな感じでね、おそらく現状はエクスプロイドという形でゴニョゴニョって言ってなんかごまかしてる感じなんだけど、実際は多分中身としてはなんですが、今までもうサマーバッシュ中超問題になってた恐竜が出ないとかデスポーンの問題を修正したというところで、そこをまあゴニョってゴニョゴニョって大人の感じで記憶にございませんみたいな形をやってたんだよね。でなんでねこんなことをしたのかというと、まあこれあれなんですね、多分ドリーの意識高い系のプライドが邪魔してしまったと思うんですけど、この問題なんと2個か3個前のアップデ、まあ、その大型アップデ神アップデ来たぞみたいな、でパッチノートと内容全然違うやん、治ってないやんみたいな感じになった時の、その大型アップデートの時になんですけど、
パッチノートに書かれていた内容なんですね。フィヨルド内でのマップの問題を修正、恐竜のスポーンなどみたいな。でその時に結局あの動画出して、わやったね、みんな治ったね、サマーバッシュ来たねみたいな感じになったんだけど、なんかいや治ってないんだけどみたいな、はみたいな感じでなんかコメントめっちゃ多くて、あれみたいな感じで、これ治ってなくねみたいな感じになって、あこれダメじゃねみたいなっていう流れがあったんですね。なのでそういったところでですね、あの恥を忍んですいませんでしたって言えばよかったんだけど、なんかアップデートしたし、なんかあサマーバッシュやる、あみたいな感じだったんだよね、ドリーが今日のアップデートのイメージねなのでいや書かな分からん、そんな大事なことは、大事なことはせめて書けっていう感じなんですよ。っていうところでアーク2のためにリソースがないから、社内のあのエンジニアの数が足りないから、アーク2に開発に人材を回したいから、サマーバッシュは、まあ、あの新スキンとか新チーペットでなくて、まあ、ちょっと簡素な感じでイベカラーだけで楽しんでよっていう風な感じにしたにもかかわらず、アークへの信頼をさらに落とすことになったというね、何かよくわからないんですが、あの負の連鎖が続いているような気がします。アークさん、はい、ドリーさんは大丈夫なのでしょうか、これで大丈夫だと思っているんでしょうかということでね、なんか本当にねやばいやばい、これはマジで、そこはエクスプロイドの修正でズルしちゃいかんとこだから、ちゃんと言わなわからんとこよそこは。ということでね、はい、多分ね皆さんの、特に公式サーバーですね、人数が多いサーバーが恐竜出ねえとかデスポーンがめっちゃするみたいなのが食らってたので、おそらくまあみんなのあれは治ってるんじゃないのかなとは思ったりもしてるんですけど、まあいかがお過ごしでしょうかというところで、ぜひ皆さんのあれは教えていただければ、現状などねあれば教えていただければ非常に、ありがたい次第ではございますが、どうでしょうか、治ってます？治ってたらぜひね、なんかコメントとかいただけると大変ありがたいです。ちょっとね今回もねなんかね後手後手のやばいね感じになっておりますので、結局ねサマーバッシュが一応開催が延長されたんだけど、7月の27かな一応日本時間だと、なんだけどそこまで一応延長されたんだけど、もうさ22日じゃん、うん、まあ、要するに、まあ、なんか3週間ぐらいあったイベントの中で1週間未満しか5日しか遊べないっていう実情だから、まあ、相当えぐいかなみたいな相当えぐいわねみたいな感じになっておりますので、まあ、そこら辺ねどうなってんだいっていうか、まあいい加減、まあ3回目の延長でもいいんじゃないかなと思ったんだけど、多分なんか俺の予想としては3回目来ないなと思ってて、でなぜかと言いますと2022年なんだけど、今2022年で一応ですね現状のイベントとかの主導でね、運営が主導で開催していくのは、新規のチーペットとかスキンを出すのはやめにするっていう形で、いつもだとイベント終了後イベントデータを抜いて運営が主導でしかイベントをね開催できなかったんだよね。まあ、要するにイベントのチーペットとかアイテムとか、例えばターキーとかそういったパーティー道道とかは出なかったんだよね。一応まあその何て言うの、祭日っていうところは出るんだけど、なんだけど基本的にはそういった形をとっていたんだけど、今後は2022年のイベントに関しては開催されたらそのまま開催されっぱなしで、終わったとしても自分らの意思で、公式サーバーはちょっと無理なんだけど、アクティブイベントで例えば今回だとサマーバッシュなので、サマーって入れれば夏イベが開催されるみたいな感じにするというところなので、まあ、そんな感じでおそらくなんだけど、まあ自分らでもあとはやってよみたいな、そういう投げやりな感じになってるんじゃないかなと思っておりますので、まあオフラインとか、あとは非公式サーバーの人はアクティブイベントやればできるので、まあそんな感じで、まあサマーバッシュ夏イベントはまあやっていただけるといいんじゃないのかなと思ったりもしておりますので、まあ、そんな感じでね、まあなってるっていうか、まあやばいっすおいこれ大丈夫かよマジで、アーク2まで、アーク2すらさもう出なさそうなのにさ、もうさらにさ自分らの信用はまあ元々なかったけど、なんかそのネガティブな、なんかそのないわこいつみたいな苗させてちょっと良くない気がしておりますが、ドリーさん、セドリックさん、いかがお過ごしでしょうかということで、一旦ですね、おそらく現状を
今のところ多分なんですが、ある程度まあ戻ってきている恐竜の脇がということになっておると思いますので、パッチの音的には PC プレステ両方来てるんだけど、エクスプロイドの修正だから、まあ、あのスパチュンも多分、うん、これ何これみたいなっていう感じで、まあ大体そういうのと取り上げないから多分まだツイートしてないと思うんだけど、まあ、あの内容的には多分ね、治ってると思う、あのみんなのねあれを聞くと。なので、あの安心してサマーバッシュ残り5日間ですか、今動画アップしてるのが7月22日だから、やっていただければ幸いかと思いますの で、 でぜひねみんなね、あのコメントで現状とかね、例えばプレステ版の PC 版のなんか公式サーバー非公式サーバーローカルとか言っていただいて、環境を教えてもらってこうですとか言ってもらえるとすごく助かりますので、まあ、ちょっとね日本語コミュニティはそんなに大きくないので、みんなとね情報共有してって遊んでいければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回ねサイレント修正っていうか、もう恥を隠すためにもうなんかもうね、もう太宰治みたいに恥の多い人生でしたで始めろと、今回のエクスプローズの修正はと思いましたので、はい、もう運営失格という本を出していただければと思います。ということで本日はこの辺にしておきたいと思います。それでは皆さん、あのサマバッシュお楽しみください。バイバイ